湯川は長野県松本市を流れる川で品野川水系の一級河川。松本市東部を薄川と並行して西に向かって流れ、中心市街地の松本城付近にてメトバ川に合流する。上流端は里山辺川端であり、メトバ川との合流点までの長さは 3.6km である。合流点のすぐ下流には桜橋がかかる。上流には 美しが原温泉の温泉街がある。b o d は1973年に行われた水質調査では平均およそ5ラム、l であった。その後、1983年、1993年と10年間をきに調査が行われたが相変わらず高い値を示していた。これは公共下水道の整備が追いつかず生活排水が流入していることが原因である。 湯川に生息する魚類には土壌や吉登りがあり、希少ながらメダカやカダヤシが見られる。松本市中心市街地を流れる川でメダカが生息しているのは湯川くらいである。カダヤシはかつて汚れた川の水質改善を目的に放流された外来種であり、現在湯川やメトバ川で見られるものはその子孫である。このカダヤシこそがメダカ現象の犯人ではないかと。 指摘する声もあったが、そもそもの原因はむしろ水質オダクにあると考えられている。ありがとうございます。